シモンペレス・グレゴリオ歴2016年9月28日はイスラエルの政治家、前同国大統領、首相を2期務めた。1948年の建国期から政治の舞台に立ち続け、イスラエル建国の父の一人と評された。家族と共に、シモンペレスはポーランドのビシェニエフの中で生まれた。1934年に家族と共に、 イギリス移民党治療パレスチナのテルアビブへ転居する。テルアビブのゲウラスクール及びベンシメンの農業学校で学んだ。1947年にペレスはハガナーに徴用され、ダビド・ベングリオンによって隊員募集と武器購入の責任者に指名された。1950年代初頭にはイスラエル国防省研修生として米国留学、ニューヨーク大学と ハーバード大学で英語、経済学、心理学、経営学などを学ぶ。1952年に国防次官、1953年には国防大臣に就任し、成立間もないイスラエルのための武器調達に努めた。ペレスの尽力はフランスからの脱走ミラージュ3ジェット戦闘機や原子炉購入に大きく貢献した。政治経歴の初期、ペレスは ユダヤ人とアラブ人の居住区域の分割を提案した政治家の一人だった。当初はヨルダン川西岸地区へのユダヤ人入植地も支持していた。和平を追求する理由について心の苦痛からではなくイスラエルに安全をもたらすために必要だからだと公言していた。第四次中東戦争後のイスラエル労働党党首選挙に出馬し、イツハクラビンに敗れる。ラビンが 首相辞任後に党首となるが、総選挙で敗れ右派政党リクードのメナヘム、ベギン政権誕生を許す。リクードとの挙国一致内閣で、第9代首相を務める。92年の党首選でライバルであったラビンに敗れ、ラビンは、総選挙で、リクードの逸白シャミルから政権を奪う。1992年、首相に就任したラビンはペレスを外務大臣に任命し、 ャーセルアラファーと率いるパレスチナ解放機構と和平交渉を進めさせる。元参謀総長であるラビンは国民から幅広く信頼されていたため、和平に反対する右派を抑え込むことができた、ペレスの尽力により、イスラエルパレスチナ間で和平合意がなされ、ノルウェーのオスロで暫定自治政府原則の宣言が締結された。1994年には、 ヨルダンとの平和条約に調印する。これらの功績により、ペレスは、ラビン、アラファトと並んで1994年、ノーベル平和賞を受賞した。しかし、1995年11月4日にラビンは、テルアビブで、和平反対派のユダヤ人青年イガール・アミルに、射殺されてしまう。緊急閣議で副首相、外相だったペレスが、暫定内閣の首相代行に就任した。 ペレスは、弔問に訪れた各国首脳に対し、和平推進が、究極の使命と述べ、ラビンの路線を引き継ぐことを明言した。ペレスへの支持率は54%に達し、最大党リクードの党首であるベニヤミン・ネタニヤフを大きく引き離した。和平賛成派も51%から74%に急上昇した。しかし、首相に就任したペレスは、 様々な勢力からの圧力にさらされる。サハは、ラビン暗殺の責任を彼に負わせようとし、イスラエルとの和平に反発した、パレスチナの過激派がテロを起こし、ネタニヤフはそれを材料に労働党政権を批判した。さらに、レバノンのヒズボラも、イスラエルを攻撃し、ペレスは、反撃を支持する。この時、民間人に死傷者が出たため、アラブ系イスラエル人から、 不信感を買ったとされる。1996年、首相公選でネタニヤフに1%差で敗れ、政権を失う。ペレスは直前まで、支持率で10ポイントもリードしていたが、討論会でテレビ映えするネタニヤフに逆転された。ペレスの後を継いだネタニヤフも、その次に政権を取った、労働党のエフードバラックも、和平を実現することはできなかった。 2000年の大統領選でペレスは勝利は確実視されながらリクードのオスモシェカツアブに逆転を許す。2000年に第二次インティファーダが起きてからはペレスはイスラエルとパレスチナの関係強化を目指す非政府組織ペレス平和センターや民間プロジェクトに活動の軸足を移した。2001年の首相公選でリクードのカリスマ的指導者 アリエル・シャロンが政権を獲得する。シャロンは労働党と連立を組み、ペレスは2001年から2002年には外務大臣を務めた。同時多発テロで世界のパレスチナに対する注目がそれた時、ウハ出身の閣僚たちは、アラファとの政治生命を断つべきだと主張した。ペレスはそれに反論し、シャロンは強行論を退けつつ自治政府の弱体化を支持した。 ペレスはアラファトに電話し、私がいつまで生止できるかわからないと伝えた。2003年の総選挙でシャロンは勝利し、ペレスは労働党と共に連立政権を離れた。2004年10月、シャロンは方針転換をして、ガザ地区全入植地の撤退を宣言した。これを受けて労働党は2005年1月に再び連立に加わり、当主だったペレスは特別副首相となる。 しかし、2005年の党首選で、アミール・ペレツに敗れてしまう。ガザ撤退をめぐってシャロンとネタニアフの党内構争が激化し、党首であるにもかかわらず、シャロンがエフード・オルメルトやツッピー・リブニーラと共にリクードを離党した。11月、ペレスらも労働党を離党し、シャロンらと合流して、領土の情報と非武装のパレスチナ国家承認を基本方針とする。 中道政党カディマを結成する。カディマは高い人気を獲得するが、シャロンが脳卒中により、意識不明となり、オルメルトが首相と当主の地位を引き継ぐ。ダボス会議に出席するペレス。席を立っているのは、エルドアン2007年6月13日に行われた、大統領選にて国会での投票でルーベン・リブリンを破り、第9代イスラエル大統領に当選。 7月に正式に就任した。イスラエル大統領は名誉職に過ぎないが、大統領任期中がペレスにとって、イスラエルで最も愛され輝いた時期であるとされる。2009年1月29日、ペレスは、ダボス会議で、ガザ紛争について、ハマスによって、たくさんのイスラエルの人々が命を落としたと25分間に、渡って、イスラエルの正当性を訴えた。しかし、 会議に同席していたトルコ首相エルドアンが人殺しをしているのはイスラエルの方だなどと急断しペレスと口論となったエルドアンは二度と来ないと吐き捨てるように言ってその場を去った各開発問題が明らかになって以降イスラエルと鋭く対立しているイランとの関係についてペレスは会って話す用意があると表明した首相のネタニヤフは 武力攻撃も辞さない姿勢を見せており、それとは異なる姿勢であるが、イスラエルの政界に、長年いるペネスの発言は世論への影響力が大きいとされる。2014年7月24日に大統領を退任。2016年に入って心臓に不調を抱え、入院し、9月に入って心臓ペースメーカーをつけ、9月13日には脳卒中で緊急搬送された。 9月28日、テルアビブにて93歳で死没。ノーベル平和賞を受賞したラビン、ペレス、アラファト軍歴が乏しく、ヨーロッパの知識人と相性が良いリベラルな人物とされる。タフな交渉ぶりや巧みな通り投略で知られ、絶え間ない策略家と呼ばれていた。参謀総長を務め、アメリカとの関係が深いラビンとは対照的で、 ライバルである二人の仲が悪いのは公然の秘密だった。戦争終結とアラブ諸国との和解、中東経済共同体の創設などを提唱していた。一方で、ペレスの未来志向や精錬された表現は、現実主義的なイスラエル国民に訴えかけるには、不十分で、軍歴の乏しさも、相まって、選挙では連敗続きだった。労働党党首としては4回も、総選挙に負けている。 The Nobel Peace Prize 1994NOBELPRIZE.orghat 中東和平の理想を貫くペレス史虚各国首脳ら、いたむ。h t t p w w w n i k e i c o m a r t i c l e ティ tgxlasgm28h6gy6a9241ff2000 2016年10月25日、閲覧。ABCD、シモン・ペレスが中東に残した、楽観主義。http://www.newsweekjapan.jp:/stories:/word:/2016/09/POST-59281PHP2016 年10月25日、閲覧。 船津康史、パレスチナ、聖地の紛争102ページ ABCD 前景船津、100の118ページ前景船津172の173ページ、二度と、来ない、トルコ首相、ダボス会議でイスラエルと応酬。3経新聞。http コロンスラッシュスラッシュ SANKEI.jp。msn.com、ワールド、ミディスト、090130。 mds0901301006004n1htm2009 年7月17日閲覧。イランと話す用意あるイスラエル大統領単独会見。朝日新聞。http デジタル朝日 .com アーティクルズ a s g 2 5 1 1 2 p g 2 4 b 0 2 7 h t m l i f ールコム k g t x t s クジェット ASG25112PG24B0272014 年2月6日閲覧。イスラエル S シモンペレス93三ダイ,ズインデンワービブイスラエルラジオロイター h t t p u k ロイタ t e r c o m アーティクル UK イスラエルペレスデスアイラクシアン 11Y06T2016 年9月28日閲覧。 イスラエルのペレス前大統領死去、ロイター通信、読売新聞、http://www. 読売、cojp:/world2016928 と 1t5045html2016 年9月28日、閲覧、全景不津102ページ。ありがとうございます。